はい皆さんこんにちは昨日は今激アツの音楽生成 a i s n o a i これの解説動画というのを作りましたそして解説動画を作っている時にいろいろ自分なりに s の a i のことで分かったことがありましたので s n o a i 専用の歌詞作りをできるソフトがあったらもっと便利だなと思いましたいろいろ 公式マニュアルなんかを見ていると、バースとコーラスの各行が4行伝語ぐらいの歌詞が一番効率がいいような案内も見えたので、じゃあ簡単にコピペでできるような歌詞制作ソフトを作ってしまおう。このように考えました。ただし、これは無料で 配布させていただきますけれどもチャット GPT プラスで動く今とっても熱い GPTs という GPT スクリプトで作っていますのでチャット GPT プラスに加入をしている人それでないとこの GPT チャットは使えませんのでその辺のところはご了解くださいでは早速やっていきましょう 今画面にあるのがスノー AI 専用の歌詞ビルダーです画面の下の方にスノー AI の歌詞を日本語で手伝ってというのとスノー AI の歌詞を英語で作成したいという2つのスターターがありますのでどちらかをやってくださいこの2つの違いは表記の通り日本語で歌詞を作るか英語で 歌詞を作るかなんですけれども日本語で歌詞を作った場合はおまけとして英語でも出してくれますですから日本語と英語2つあるので英語の方で作ってみようかなと途中で思ってもちゃんと英語に翻訳して表現してくれますのでどちらか良い,い方を使えばいいということですそれとこのソフトのプレミアムなところというのは 歌詞を提案した後に画像というのを自動的に作ってくれるようになっています。その AI でできた音楽を MP3 などでダウンロードをしてもう少しかっこいい YouTube 動画などにするときには16対9の画像でその AI 専用歌詞ビルダーは画像を提供してくれます。 まあこれから実践をしますので見ていただいたらわかるんですけれどもそのような特徴があるということを最初にお伝えしておきますではスタートします日本語の歌詞のところで今日は説明をします下のボタンを押すと素の a i 歌詞作りに最適化した形式で提案しますということです バースコーラスの2部構成で1セクションは4から5行の歌詞が最適と公式解説で案内されていますのでその形式でこの GPT 図は案内をしますということですではあなたの希望する歌詞に関していくつかの質問をさせていただきますということで4項目出てきました まあ、一番歌詞作りの基本になるタイトルですね。そして、ジャンル。そして、大まかな歌詞の要望やテーマ。その他、特に入れたい言葉や、男性目線か女性目線かの希望。英語混じりで歌詞を作っていいか。などなど、そういうようなことを回答するようにしてください。では、クリスマスの夜の静けさというタイトルで、ジャンルは J-POP。 バラードとしておきましょう男性目線こんな感じでやりますここで抜けていることはカシビルダーの方で提案してくれますのですべてを答える必要はありませんアバウトでタイトルだけでも大丈夫ですじゃあ送ってみましょうまずは提案をしてくれます そしてバースコーラスとスノのフォーマットに合わせて出してくれますそして回答としてタイトルジャンル全体的なイメージ冬の夜の静けさとクリスマスの暖かな情景を描く感情的で心温まるバラードこのように提案してくれていまして歌詞はこの通りですそして スタイルオブミュージックということでこれ英語で入れることになっていますので英語のスタイルをコピペして皆さんは貼り付けてくださいでも英語だけじゃどんなことを言っているのか僕も英語が苦手なんですよだから静かな J-POP バラードというふうになっていますタイトルも静かなクリスマスの夜ですけれども英語でタイトル名を入れたいような時にはそうやってくれたらいいわけです 一気にですね、英語で歌詞を作ってくれていますそして最後にですおまけの部分ですね情景に応じたスライド画像も制作しますと必要ならば画像テイストを下の番号で選んでください0はいらないと1は写真 2D イラスト日本のアニメ漫画風水彩画風アメコミ風というふうになっていますのでこの中から選んでくださいじゃあ 今回は写真ということにしますので、1というふうに回答します。はい、今画像を作っています。はい、このシーンは静かなクリスマスの夜でバースの部分に合うということです。さらに画像が必要であれば、どうぞお知らせください。はい、あと3枚、あと3枚お願いというふうにしました。 ちょっとこの部分はショートカットさせていただきます。このようにもう順次3枚作ってくれます。はい、これで出来上がりました。全部で4枚作ってくれましたので、 ちゃんとそれの説明も書いてくれています。日本の都市における静かな冬の夜のシーン。2番目はクリスマスの居心地の良い日本のリビングルーム。3は小さなクリスマスプレゼントを手に持ち雪降る窓辺に立つ人のクローズアップ。日本のある小さなクリスマスマーケットの心温まるシーン。はい、こんな感じですね。 ですから、これでブリューとかを使って YouTube 動画を作ってくれてもいいですし、ダヴィンチとかファイナルカットとか、そういうような動画生成ソフトでですね、組み立てていただいて利用していただくととっても便利と思いませんか s の a i 専用の歌詞ビルダー、これができましたので、皆さんになんとなんと無料公開させていただきます。 まあそんな強く言うなって。はい、えー。ということで、僕の方は g p t 図で皆さんに無料で使ってもらえるような音楽関係のソフトもいっぱい作っています。そのサイトも概要欄に貼っておきます。DAW のことなら何でも答えてくれるような DAW ヘルパーというようなソフトだったり、 DAW の勉強の試験問題を出してくれるとかですね自分の使っている DAW ほぼ世界中にあるほとんどの DAW のことを質問できるようなそんなソフトだったりですねスライドショーのためのスライドを作ってくれたりですねサムネイルを作ってくれたりそしてたくさんの YouTube がヒットするようなタイトルやハッシュタグタグ なななどどを作ってくれるようなソフトなどもう音楽のソフトだけでも盛りだくさんありますし音楽以外のソフトもたくさん作っています。音楽以外のソフトはどちらかというと画像系のソフトが多いです皆さんもぜひまだ ChatGPT+ に加入をしていない方は嫌でもインフラのようになっていくと思いますので。 早く挑戦して AI 時代の未来をちょっとずつちょっとずつ感じてください。今日はご視聴ありがとうございました。そして n の AI 専用の歌詞ビルダーこれを上手に使って n ので楽しい音楽を作りましょう。またね。